僕はですね、ぴょこたんっていう名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。DNA 株、僕もうダメだわ。今年もね、もう DNA で損が100万円ぐらいあった利益が全部なくなって、もう終わり。DNA で、ジエンドです。クソだね、DNA 株。なんであんなクソなの？あんなクソ株初めて見たよ。だってずーっとや、毎年毎年僕は DNA にこんだけの期待をかけてさ、で全部裏切られて、全部損して、全部ゼロになって終わりなんだから。いつこのね、地獄の鎖から抜け出せるんだよ。でも僕はまだそれでも信じてるところがあって、もう塩漬けだなと思っちゃってるの。これほんと良くない。塩漬けってことはもう、その資金がずっと動かないんだからさ、ただでさえ僕そんなにお金ないのに、なんで DNA 株にそんだけかけなきゃいけないんだよ。僕のね、考えだと、まだね、ポケモンマスターズっていうクソゲーに、わずかながらの期待を抱いてるところと、あとマリオカートツアーにマルチになって、さらに世界的に行って、お恵みが来るっていうのも考えてるし、まあ、ベイスターズも頑張ってるし、全然いいんじゃないのって。まあ、デュエルマスターズのも出るから、これはまあ成功するかどうかわからんけど出るし、なんでここまで僕は DNA にさ、こんなに信じちゃってんだろうな、森保さん。こんなに僕信仰心高いんだけど、わかってる？お金はとにかく減ってる。でも DNA も自社株買いしまくってるから、今約束通りに。だから大丈夫かな、ちょっとわからんよ本当。あとはさっきちらっとコメントにありましたけど、デスストランディングやるのっていう、小島監督が満を持してね、発売したデスストランディング PS4 の、あれはね、よーく迷ったの、ずーっと迷ったんだけど、スルーにね、決定しました。ゲームショーでステージとか見てて、松島初音さんと小島監督がさ、やってたのも見て、一応お世話になってるエレキコミックのやついさんの奥様とやってたし、これは買いかなと思ったんだけど、なんか僕よく考えたら、メタルギアソリッドがあんまり好きじゃないんですよ。ステルスアクションみたいなのが。ファミ通40点満点っていうのも、一切信用してないんですよ。ファミ通で40点取ったら、逆に地雷を疑えっていうね、僕のね、鉄の掟があって、まあ、ジョジョの奇妙な冒険オールスターバトルで培った、その、これ、まさか地雷なんじゃねえのって。ファミ通の40点は、むしろ39点よりも、信憑性がね、低い。これ40絶対金が動いてんじゃんってなるじゃん。これいろんなその事情が動いて40点じゃんって。あとはまあそういうゲームのシステムとか軽く見た感じだと、ちょっと今やりたいゲームが多すぎるから、まあただでさえリングフィットアドベンチャーや毎日やってて、ルイージーマンションしっかり進めてて、それプラスカップヘッドっていうインディーゲームやってて、オブラディンゴもやってて、で、今やりたいのが、ラストオブアスを100円で買ったのもやりたくて、で、アブズっていう海の中のゲームも途中で今やってて、で、さらに地獄が待ってるムーンをさ、まだ僕終わってないわけよ。地獄のムーンを早くゲーム配信しながらやりたいなと。ムーンだけは配信しなきゃやるじゃんってできないからさ。だからね、もうデスストランディングはね、残念ながらね、スルー。ゲーム配信者として考えたら、話題のゲームだし、やっといて絶対損はないわけよ。最初だけかじってさ、やって、もうすぐ売っちゃえば、全然その、ペイできるんだけど、でもそこは僕は、やっぱそうしようかな。今話しててそう思ったわ。最初だけかじって、発売日にかじってやって、で、もうすぐ売っちゃうか。そうすれば、例えば、まあ、買い値が7000円でさ、売り値が5500円とか1500円じゃん。で、これ何再生いけば1500円戻ってくるのかなって考えた時に 最初だけやって、これはじゃあいまいちだからやめるっつって、僕はそのゲーマーとして最後までね、やりたくないからっつって、で、売ればさ、1500円で あ、やっぱやろっかな。これで僕やってたら、でも皆さんどう思います？ポケモン出るんだよ、そう。ポケモンが出ちゃうっていうのが、ポケモンまでのタイムリミットっていうのがあるから。じゃあやろうかな。でもやったらね、最後までやりたくなっちゃうのがね、僕のゲーマーとしてのね、あれなんだよね。そんな売るなんてできないんだよ、途中で。正直なところ。やったらもう僕は、その、覚醒剤と一緒で、田代正史さんと一緒で、一回やっちゃったらもうやめることができなくなっちゃうの。いくらデスストランディングっていうね、微妙ゲーの匂いがプンプンするゲームでも、だからもう、だったらやらない。ダメ絶対っていうね。まあだからデスストランディングは、まあ
苦渋の決断でね、やらないことにします。今僕が類似マンションと並行してやってて、すごい人を選ぶんだけど、面白いゲームがあって、オブラディンゴっていうのがあるのね。リターン・オブ・ジ・オブラディンってやつ。あれがね、なんか脱出ゲームに近い感覚で、自分で推理していかないといけないの。で、名簿とかを見ながら、その死因とかを調べながら、こいつここでこんなことしてる、だったらこいつとこいつってこういう感じなんじゃないの、みたいなことを推理して、で、死因とその名前を全部一致させていくんだけど、60人のね、乗客がいいんだけど、今僕42人ぐらいまでね、一致させてんだけど、こっから先がね、かなり厳しいんだけどね。もうこれもまたちょっとやっていくんで、これから。それもちょっと動画にね、一応残してるんで、ニーズのね、ないけど、僕は自分がやりたいゲームはやりたいから、今ね、オブラディンゴがね、ちょっとね、ずいぶんブームになっちゃってるわ。あれは人を選ぶね。だってそもそも人の死んでるところとかを見ないといけないし、残酷な死とかいっぱいあるからさ、その死をさ、一応白黒だけど静止画で見せられて、結構きついんだよ、あれ。だからみんなに万人にはお勧めできない。しかもちょっとなんかややこしかったり、こんなのないんじゃないのっていうのもあるから、カチッとしてないんで、アバウトなところがあるからさ。でもなんか最近さ、その寝てる時とかもオブラディンゴのこと思い出して、あれ、そういえばあそこであいつがああなってたってことはもしかしてみたいにして、もう一回ね、またやろうと思ってるの。結構ね、あれはね、人選ぶね。で、僕としては結構好き。かなり大人向け。っていう感じですね。じゃあここで終わりにしますんで。